問いさんですね。問いさん、次のレンズ方程式の解で x が y が z となる実数解を求めると、x プラス y プラス z イコール6、x 二乗プラス y の二乗プラス z 二乗イコール14、x 三乗プラス y の三乗プラス z 三乗イコール36。で、算数法、算数であります。解がありますと、解。x プラス y プラス z イコール6、x の2乗プラス y の2乗プラス z イコール14、x 三乗プラス y の三乗プラス z 三乗イコール36。で、x プラス y プラス z が2乗イコール x の2乗プラス y の2乗プラス z の2乗プラス2の xy プラス yz プラス zx より、xy プラス yz プラス zx イコールプラス y プラス z の2乗マイナス x の2乗プラス y の2乗プラス z の2乗イコール2イコール6の2乗マイナス14イコール2イコール11、 x の3乗プラス y の3乗プラス z の3乗マイナス 3xyz イコールプラス y プラス z 6、 x の2乗プラス y の2乗プラス z の2乗マイナス xy マイナス yz マイナス zx より、xyz イコール x の3乗プラス y の3乗プラス z の3乗マイナス x プラス y プラス z、 x の2乗プラス y の2乗プラス z の2乗マイナス xy プラス yz マイナス zy、 x の3乗イコール36マイナス64マイナス13イコール6、 x プラス y イコール6、 xy プラスイコール11なので、 xyz イコール6なので、解とケースの関係で xyz はt の2乗マイナス 6t の2乗プラス 11t マイナス6イコール0の解である。 t マイナスイコール0を解くと t マイナス 1t マイナス 2t マイナス3イコール0より t イコール 1,2,3x が yz より x イコール3で y イコール2で z イコール1、これが解。解説、連立方程式、対称式、対称式、対称式のポイントは、対称式は基本対称式の和式の変換、和から水系の変換で、この問題、方程式の左辺は3辺とも対称式、それぞれの、ね、変数をどのように入れ替えても式全体は同じである式であるので、これらを基本対称式と一括すると扱いやすくなる。ここで XY 対称式で XYZ、XYZ の基本対称式の変換例が X2 乗 Y2 乗プラス Z2 乗イコール X プラス Y プラス Z の2乗マイナス 2XY プラス YZ プラス ZX、 X の3乗プラス Y の3乗プラス Z の3、 X プラス Y プラス Z、 X プラス Y プラス Z のマイナス 3XY マイナス YZ プラス ZX イコール 3XYZ、また XYZ、 X プラス Y プラス Z イコール P、 XY プラス YZ イコール ZX イコール Q、 XYZ イコール R のであるとき、解決に関する Y3 乗方程式 T の3乗マイナス PT の2乗マイナス QT マイナス R イコール0の解となる。問4という展開式、これですね。次の展開式1プラス x の n を展開すると、c0 プラス c1x プラス cnxn とするとき、シグマ a の k イコール0マイナス1の k ck k プラス1を求めなさい。問題4の1プラス解、
仮答が1プラス x の n イコール c0 プラス c1 x プラス nxn を両辺で x で不定積分して1の n プラス1の1プラス x の n プラス1イコール c0x プラス2分の x の2乗プラスプラス cn の n プラス 1xn プラス1プラス c です。 c が積分です。x イコール0を代入すると n 分の 1a イコール c イコール1x イコールマイナス1を代入すると0イコール c0 のマイナス1プラス c1 の2分の1の2乗プラスプラス cn の 1n プラス1の1のマイナス1プラス c1 両辺をマイナス1で割って c1 をイコールすると c1 イコール c0 プラス c1 マイナス1プラスプラス cn のプラス 1n イコール c イコールシグマ n k イコール 0kckk プラス1が21により1によりシグマ nk イコール0マイナス 1k か ckk プラス1イコール n プラス1答えが n プラス1の1。ステップイント高等式の微積分 fxgx を有限字として fx イコール fxdxgx イコール gxdx であるとす。この時 fxdx が高等式であるのは1、2が成り立つ。 1fx イコール f'x イコール g'x も x に関する高等式である。 2f イコール gx プラス c が高等式であるような c が存在する fx が微分に依存する。別解ありますね。別解が解答では不定積分を用いましたが、不定積分を用いてf0x イコール x0 ft dt g0x イコール x0 t dt とすると ft とイコール gx が高等式であるね。 f0x イコール g0x のことに高等式であることを用いても良いと。 0x1 プラス dt イコールn プラス1、1プラス t の n プラス1の n プラス1が1でありまして、0の x の c0 プラス c1 プラスプラス cnt の n の dt イコール c0t プラス c12 の t の2をプラス cn の n プラス1の t の n プラス1の0の x イコール n の x イコール0 ck イコール c の2、1により1ですね。により、変に x イコールマイナス1を代入すると、マイナス n プラス1イコールシグマ n k イコール0、k プラス1のマイナス 1k プラス1イコールマイナスシグマ n と ck、k プラス1のマイナス 1k、すなわち n プラス1イコールシグマの n k イコール0。K マイナス 1K が成り立つ。